と愛が世界を救う伝説のファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回ですね、アルバニスタからベンチアの方へ行きで、ね、ベンチアからね、塔の会場に向かってね、行ったところなんですが、じゃあね、続きをやっていきましょう。何か不思議な連中だったな。よし、お前ら引き上げだ。うわあ、ここは本当に海の底なんでしょうか。あ、上に海がある。おい、遠くに行くなよ。目では確認できないが、水の圧力に耐えられるくらいの壁で囲まれているんだ。時間転移装置なんて本当にあるんだろうか。とりあえず、トールが沈んでいるのは本当だったんだ。偉大な魔術師の言葉を信じるしかないだろう。海底にやってきましたね。しかし、どうやら行ける範囲が限られているようですね。本当に海の底にいるんですから、すごいですね。まあ、あまり感心してる場合じゃないですね。錆びついて開かない。武器屋っぽいような、なんだろう、これは光ってますね。これはカード。変なマヤ、古代人もトランプして遊んでたのかな。それは我々には必要ないと思うが、持っていきますか。持っていっちゃいましょう。トランプ持って入れました。しますか。いやー、いろいろロボットがあるんだ。マシンロボットがいっぱいになりました。あー、便利ですね、これ。いっぱいになりました。マシンロボットがいっぱいですね。じゃあ、ちょっとここでセーブしていきましょうか。じゃあ、こちらにセーブしておきましょう。はい。なんだろう。開きそうなんだけど、ダメだ、開かない。なんだろう、これ。スイッチみたいなのがたくさんあって、細長い穴もありますね。どうすれば。ちょっと待て、もしかしてあのトランプをその細い穴に入る、細長い穴に入れれば。ID カード確認。じゃあ ID カード認識だ。セキュリティシステム解除。今しゃべったぞ。何かいるのでしょうか。でも人の気配なんて全然しないじゃん。トランプを入れると扉が開くようになっているんだ。なんか変なの。まあいいじゃん。まあ、一応セーブしておきましょうか。入れるようになるわけですね。ここからが結構厄介なんですよ。
装備をエッグハルバードに変えましょう。コモンルーム、開けるための鍵、トランプ、ポールで見つけたトランプ、奇妙な紋章が刻まれている。さて、飛んじゃう。鍵が合わない。そういう仕組みか。開いた。開いたぞ。あ、いきなりこんなとこ来ちゃいましたね。じゃあ一応セーブをしておきましょうか。Yeah!
落としていってみたいだけど、おお、なんだろう、これは契約の指輪だ。なんでこんなとこに契約の指輪があるんでしょうね。まあそれは置いといて、この先一体なんだなんだ、何があるんだ。これは一体かなりの特殊な装置のようだな。メインシステム起動、バイオログチェック。なんだ、これは。マザーコンピュータールームへようこそ。私はトールシティの全機能をサポートするマザーコンピュータシステム、モツ。使用目的を選択してください。とりあえずメディカルトリートメントしましょう。はい。新陳代謝、超速、進行性、照射。怪我が治っている。すごい。なんという科学力だ。すごいですね。じゃあ、セーブしておきましょう。じゃあね、一応まあ、あのまま行ってタイムアウトをすればいいんですが、その前にもう一つやることがあります。呪文を新たにゴッドブレス覚えましたね。ゴッドブレス、はい、風圧で敵を押し潰す。これが手に入ったってわけですね。じゃあね、時間もしてきたんでね、今回の実況はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。